おはようございます。ミスター M さん、動画を送っていただいて本当に嬉しいですね。特に今回はですね、非常に分かりやすい体の筋肉を鍛えようとすると、そうなんです、足の筋肉をね、足見えないですけども、足の筋肉を鍛えることによって、足の筋肉っていうのはやっぱり体の中でも筋肉が集中してるんですよね。で、その足を鍛えることによって全身の筋肉代謝が上がっていって痩せやすい体になる。これまさにね、理にかなってるんですよ。で、ジョギングをしようと思ってもウォーキングをしようと思っても足が鍛えられてないとすぐに下手っちゃうんですけども、足がね、しっかりと鍛えられることによって、その有酸素運動もできやすいですし、この下半身がね、グッと安定することによって上半身も鍛えやすくなると思うんですよ。まあ、そういったこと、この体とか筋肉のメカニズムがミスター M さんの動画でしっかりと語られていて、そしてトレーニングの模様もいつもながらね、分かりやすい、説明になっていたと思います。その動画としてはもうパーフェクトでございます。この動画をね、どんどん続けていっていただきたいんですけども、プラスアルファ一つね、私はこれをね、申し上げたいことがあります。筋肉を鍛えるともうね、自然治癒力が上がって、筋肉が私たちの体をね、ものすごく守ってくれるんだよってこと。そしてここからですね、今流行りの新型コロナウイルス対策にもなるんだっていう風な結び方をしていくと、とってもいいんではないかなと思います。2つのこれ、ね、効果があるんですよ。1つはですね、新型コロナウイルスっていうものをテーマにすることによって、やっぱアクセスを取りやすくなってくるっていうところがあります。で、それはですね、多くの方が今新型コロナウイルスに意識が向いてるんで、新型コロナウイルスっていう世の中のブームと、ミスター M さんが発信している筋トレってものとつなげてあげる必要があるんですよ、ミスター M さんの動画で。そこに一つの効果が現れるということです。もう一つの効果としては、新型コロナウイルスではなくても筋肉を鍛えることって本当にですね、健康にいいわけなんですよ。で、風邪もひきにくくなりますし、で、食べ物も美味しく食べれるようになりますしね、いいことづくめなんですよね。だいたい体を壊しやすい人って筋肉量が少なかったりとか、基礎代謝が低いことによって起きるんではないかなというふうに私は思っていますので、多分ね、ミスター M さんもその辺のこと詳しいと思いますから、健康にどのような効果があるのか、ダイエットだけではなくて筋肉っていうのは私たちの生命活動を助けてくれるんだってことが動画に搭載されているともっといいかなと思いますので、次回そういうふうにしてみたらいかがでしょうか。それではミスター M さんのね、トレーニング動画、私の動画説明欄につけておきますので、体を鍛えて新型コロナウイルスをぶっ飛ばしたい方はぜひご覧ください。それでは失礼します。